仕事もノープロブレム。最後まで集中してみせます。続く京都レース場、試練が待ち受けていた。雪降る URA ファイナルズ決勝、芝1800、勝利にたどり着くのはどの馬娘だ。1番人気はもちろんこの子マルデンスキー。2番人気を紹介しましょう。ミルホノブルボン、注目の2大マイル戦覇者待機シャトル、2枠4番での出走。気合十分、いい顔してますね。ゲートイン完了、出走の準備が整いました。さあ、ゲートが開いた。各馬娘、綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。日本のブルボンズ18番、この2人が競り合っていると期待通りの結果を出せるか。1番人気マルゼンスキー、続きました並びサークル17番、そしてその外目後ろから11番、その後は冷静さ1馬身リード、2キャップ5番手メジロックマルゼンスキー、それを見るよう離れて卵クロス、その後は集中に収めます。さあ待機シャトル、 URA ファイナルズ決勝を制しました。今ここに優秀たちの頂点が誕生です。2着はウオッカ、3着はハッピーミーク。次のレースもまたのおけば。私のパパからトレーナーさんに伝言あります。